在庫の確認してたら段ボールが落ちてきたの。それでね、段ボールが重くって、ひどい。どうせおっちょこちょいで通ってますよ。どうやって段ボールと会話すんのよ。もう、そうだった。ありがとう。気が抜けちゃったら痛くなっちゃったの、足が。捻挫って。あのね、歩けないの。痛くて歩けないの。あのね、家まで送ってくれないかな。今結構重いなって思ったでしょ。ひどいひどいひどい。お願いします。校庭の脇を抜けるの。ねえ、エッチなこと考えてないよね。出たらそこの角曲がって3軒目だよ。だからおんぶって言ったの。タクシー使うほどの距離じゃないし。あー、いたたたたたた、足が痛いよ。ともやくん、
ありがとう。あ、お茶でも飲んでいけば？うち誰もいないし。そっか。じゃあまたね。はーい。じゃあね。ともやくん、どうもこうもないぜ。なんで俺が山張ったところが全部出ないんだよ。ま、そうだな。ぷよぷよなんでた俺がまるでバカみたいだよ。そう、お前がいたんだよな。よし、気分転換に喫茶店でも付き合えよ。これは、そうだな、ジャンボフカヒレサンデー半熟で。なあ、トモヤ、ちょっとお前に聞きたいことがあるんだけど。単刀直入に言うぞ。どうなんだ。わかったわかった。なら、やっぱ遠回しに聞くことにした。まあいいじゃねえか、なんなりと聞いてみろっつったろ。トモヤってさ、ゆえちゃんと付き合ってんの？ともやってさ、ゆえちゃんと付き合ってんの？ともやってさ、ゆえちゃんと付き合ってんの？ともやってさ、ゆえちゃんと付き合ってんの？なら、前に付き合ってたとか。ほっほー。じゃあズバリ聞こう。本当はゆえちゃんのこと好きなんだろう。いや、嘘だな。本心をさらけ出せよ。じゃなきゃわざわざこんなとこまで来た意味がなくなっちまう。で、空気ね。そうだよ、
だからつまりそういうことなんだよ。前にも言っただろ、落とし穴だって。落とし穴、罠、要するに盲点さ。智也にはその穴が見えない。あることすら知らない、気づかない。だから前に進もうとしたところでいつもその暗闇に足を取られてしまう。そうか、わかったよ。そんなら別にいいんだけどさ、しつこく聞いたりして悪かったな。ああ、さあな、まだわかんねえよ。告白するかもしれないし、あるいはしないかもしれないし。バーカ、余計なお世話だ。だから前に進もうとしたところでいつもその暗闇に足を取られてしまう。平常授業だね。それがそういうわけにもいかないんだよね。ゆえ学祭の実行委員になっちゃったんだよ。つなげないの、学祭だってば。学園祭、学園のお祭り。焼きそば屋とかたこ焼き屋とかの屋台を出したり、占いとかお化け屋敷とかやったり。ああ、あれな、なんでとぼけちゃってるけど、実は相当楽しみにしてるんじゃないの。去年だってすごい張り切ってたじゃない。しんくんと二人で学校の許可も得ずに勝手に屋台出しちゃって、確か駄菓子屋のお店だったよね。当たり前だよ。だってガムは拾ってきた消しゴムで、ラムネ菓子は教室のチョークで作ってたんだもんね。そういう問題じゃないでしょ。そんなの絶対ゆえが許可しないもん。でそこまでカキコオロギに情熱を傾けられるかな。それが今年はあるんだってば。さっきも言ったじゃない、ゆえは今回の学祭の実行委員に選ばれちゃったんだよ。
各クラスから一人ずつ選出する実行委員ね。ほら、先々週の土曜日だったかな。ゆえ、伊藤先生に呼び出されたことがあったでしょ。その時にね、学祭実行委員になってくれないかって頼まれちゃって。テスト前ってこともあったから、ひょっとしたらここで承知すればちょっとはおまけしてくれるかななんて下心も働いて、つい OK しちゃったの。だからともちゃんのお店を否認する権利も持ってるの。わかった？だから毎日放課後は打ち合わせだのなんだので潰れちゃうんだって。せっかく追加終わったのに。だからともちゃんともしばらくは一緒に帰れないよ。ふーんだけか。そうだね。え？なんで？はあ、まあ、せいぜい頑張ってください。これからね、ニンニンネコピョンにしばらく会えなくなるからって挨拶に行こうと思うんだけど、一緒に行かない？本当に？大丈夫大丈夫、あんなに仲良しになったんだから、たとえいなくなったって待ってればきっと向こうからやってくるってば。本当だね。でももう少しだけ待ってみようよ。絶対来てくれるはずだもん。
来るってば。きっと来るもん。そうなのかな。けどもうちょっとだけ待ってみようよ。だけだからね。やっぱり嫌われちゃってたのかな。それならいいんだけど。よしと、じゃあ帰ろっか。うん、むちゃくちゃ残念だけどね。しょうがないよ。ああ、これで当分プニプニとかプイプイとかできなくなっちゃうのか。咲いたばっかりの花を摘んじゃうなんて神経疑っちゃうよね。じゃあね。